今回の話題は大谷翔平選手、誰も取り上げないメジャー新記録を達成ということについて紹介します。今日の試合では朝から手に汗握る展開となったのはご存知でしょう。投手として3回までパーフェクトピッチングながら4回に突然大崩れし、デッドボール、フォアボールを重ねホームランを2本浴びるなど5失点。投手として6回93球、8奪三振、被安打3、被本塁打に5失点で今季無傷の4勝目を獲得。打者として5打数3安打1打点と日本で言えば猛打賞の大活躍。シングルヒット、ツーベースヒット、スリーベースヒットとで迎えた8回の最終第5打席、投手としてサイクルヒットという史上初の偉業がかかった打席ではセンターに大飛球を放ちましたが数メートルフェンスに届かず、メジャー史上初の偉業達成は紙一重で逃す。エンゼルス5点リードから同点にされ、その後3点リードするが2点を返され1点差。好守備でどうにかリードを守り勝利と朝から応援疲れしてしまいました。さてそんな中、今日の試合については様々な話題がニュースで取り上げられているわけですが、全く取り上げられないながらも実は大谷翔平投手は今日の登板でメジャー記録を達成したのをご存知でしょうか。そのメジャー記録というのは10先発連続で3安打以下に抑えるというものです。現代野球として扱われる1893年以降の記録では2021年デグロム投手の10先発連続に並ぶ歴代1位の記録なのです。どこも取り上げないので記録として紹介だけさせてもらいました。今日は珍しく投手として乱れましたが、それでもしっかり4勝目、そして打撃も完全復活。朝からいい試合を見させてもらいました。明日の試合も楽しみです。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。また来てくださいね。